シャキール・オニール、シャキール・ラ・シャウン、オニール、シャキール・ラ・シャウン・オニール、1972年3月6日台は、アメリカ合衆国、ニュージャージー州ニューアーク出身の元、プロバスケットボール選手。シャキール・ラ・シャウン、シャキール・ラ・シャウンとは、アラビア語で、小さな勇士という意味である。2メートルを超える巨人たちの集まりである、NBA においても、ズバ抜けて、 巨大な体育を誇った人物。極に見合わない高い運動能力と技術を有するリーグ屈指のスタープレイヤーの一人だった。そのコミカルなキャラクターは、シャック、シャックの愛称で親しまれている。実の父、ジョセフ・トーニーは、高校時代からバスケットボールのスター選手でシートンホール大学に進学したが、薬物中毒で途中退学し、1972年12月には、 麻薬購入のために小切手を偽造した罪で連邦刑務所に収監された。そのため母ルシールは幼いオニールを連れフィリップ・ハリソンと再婚する。それから今日までオニールはフィリップを本当の父親と考えている後に姿を現したトーニーはインタビュアーにテレビでプレオールスターゲームを見るまで息子の行方がわからなかったと話した。トーニーは1993年の オーランドマジック対ニュージャージーネッツの試合後に、オニールに会うだろうと語ったが、オニールは現れなかった。トーニーは2002年の時点で、ニューアークの施設に住んでいたが、オニールは彼に会う考えはないと語っている。1992年の NBA ドラフトで、ルイジアナ州立大学からオーランドマジックに全体1位で指名され、オニールは NBA 入りを果たす。 ルーキーイヤーからバスケットのゴールをダンクシュートで2度も破壊、一度はリングをもぎ取り、ボードが粉々になったするというパフォーマンスを見せ、改めてその怪物ぶりを示している。ちなみに両試合ともテレビで全米中継されていた。また、これが原因で、現在のボードとリングの接合部は、荷重を吸収する、ショックアブソーバー機能を持たせたバネ結合に改良された。 チームを41勝41敗と勝率5割に導いたものの一勝差でプレーオフ進出を逃した。ルーキー・オブ・ザ・イヤー、新人王を受賞し、華々しいスタートを切った。1993から94シーズン、アンファニー・ハードウェイがトレードでマジックに加入した。オニールを中心に、マジックはチームとして機能し始め、球団初のプレーオフ進出を果たした。また、 オフには、シャック・ディーゼルの名で、ラップの CD をリリースし、チームメイトのアンファニー・ハードウェイを及びニック・ノルティと共に、映画、ブルーチップスに出演して、ハリウッドデビューを果たした。ノーウィッキーしかし、彼の、こういった副業への取り組みは、バスケットボールに対するプロ選手としての意識の低さを、示しているとして、チーム関係者に批判されることもあった。ノーウィッキーさらに初のプレーオフの敗因が、 オニールがフリースローをことごとく外したためだったこともあり、まずフリースローの練習をしろという批判も多かった。1994から95シーズン、マジックに新たにフォーレス・グラントが加わりオニールは毎試合インサイドを牛耳るようになり、前年逃した得点王の座についた。オニールとスーパースターに成長を遂げたハードウェイとのコンビはマジック・ジョンソンとカリーム。 アブドゥルイコールジャバー以来の協力デュオと言われた。オニールはチームをイースタンカンファレンス最高勝率に導き、プレーオフでのホームコートアドバンテージを獲得した。そしてチームを初の NBA ファイナルへと進出させることに貢献した。だが、ファイナルではアキーム、オラジュアン、クライドドレクスラーを擁するヒューストンロケッツの前に一勝もできずに敗退した。オニールはオラジュアンに ベテランとしての上手さを見せつけられた。それでも復帰したばかりとはいえマイケル・ジョーダンのいるシカゴ・ブルズをカンファレンス準決勝で破りファイナルに出場したことはオニールにとって大きな経験となり NBA にとっても新たな時代を予感させる出来事であった。1995から96シーズン、オニールは28試合を欠場するが、その間に ハードウェイが目覚ましい活躍を見せマジックは勝ち星を積み重ねていた。ハードウェイがオニールを上回る契約をマジックと交わしていたこともあり、このあたりから二人の不仲が徐々に表面化し始める。チームは2年連続で地区優勝を果たし、プレイオフで再びブルズと対戦したが、今回は全く歯が立たずに敗退。オフにフリーエージェントとなったオニールは、ロサンゼルスレイカーズへ移籍した。 1996年オフ、オニールは7年間1億にレレレレレレドルという契約でロサンゼルスレイカーズに入団した。オニールは昔からレイカーズのファンだった。レイカーズはオニールを含め複数のオールスター選手を抱えるチームだったが、オニールのユイガドクソンのスタイルは相変わらずで、同じ年に入団したコービー・ブライアントとの確執もたびたび取り沙汰されるようになり、 彼が移籍してから3年の間は、ファイナル進出はほど遠い状態だった。1999年オフ、チームがフィル・ジャクソンをヘッドコーチに迎えるとレイカーズはオニールを主軸に、トライアングルオフェンスを敷いて一気に、ウェスタンカンファレンス屈指の競合へと生まれ変わった。オニール自身もチームプレイヤーへと変貌。1999から2000シーズンはチームを破竹の連勝に導き、 ホームコートアドバンテージを獲得する。プレーオフでは、勝負強い試合運びを見せ、ついに念願の NBA チャンピオンとなる。オニールはこの年、レギュラーシーズン、オールスター、ファイナルすべての MVP を独占している。2戦から01シーズン、ホームコートアドバンテージは、サンアントニオスパーズに譲ったものの、プレーオフに入るトレイカーズは、ウェストの対戦相手を、ことごとく無敗で退け、 最終的にこの年のプレーオフを15勝1敗という強さで乗り切りに連覇を果たした。オニールは2年連続でファイナル MVP に選ばれた。翌2001から02シーズンは足の怪我の影響で15試合を欠場するが、プレーオフでは調子を上げまたもファイナルへ進出。フィル・ジャクソンに3度目の NBA3 連覇、3P と初の4勝0敗でのファイナル勝利をもたらし、 オニール自身も3年連続ファイナル MVP に選ばれた。3連覇達成は史上3チーム目、他はボストンセルティックスとシカゴブルズのみという異業である。2002から03、03から04シーズンはプレーオフに進出するもそれぞれカンファレンス準決勝、ファイナルで敗退してしまう。チームでは以前から噂が絶えなかったオニールとコービー・ブライアントの 確実が一層騒がれるようになり、結局オニールはレイカーズを去った。オニールのトレードは、オフに、FA となるコービーが、球団に、若い自分を取るか、オニールを取るか、これ以上オニールとプレーする気はない。彼が残るなら自分が出ていくと迫ったことによると言われている。2004から05シーズン、イースタンカンファレンスのマイアミヒートへと移籍。これにより、 東西の勢力図は大きく変化する。オニールはチームメイトで、オールスターガードのドウェインウェイドと共にヒートをイースタン最高の成績に導き、チームを一気に競合へと押し上げた。シーズン後の2005年8月、ヒートと5年で1億ドルの長期工学契約を結んだ。そして2005から06シーズン、プレーオフ開始前の下馬評は高くなかったが、デトロイトピストンズを カンファレンス決勝で破った後、ファイナルでは、ダラス・マーベリックスと対戦、4勝2敗でチームを初優勝へと導き、自身4つ目のチャンピオンリングを手に入れた。ヒート遺跡の前後から、以前のような圧倒的な支配力に、陰りが見え始めた、オニールだが、このシーズンはその衰えが、数字にもはっきりと現れ、ルーキー時代から続いていた、シーズンアベレージのダブルダブルが初めて途絶えたが、 それでもオール NBA ファーストチーム入りを果たし、リーグのトップセンターであることを証明した。故障による欠場が多くなり始めた、オニールの2006から07シーズンの出場試合数は、わずか40試合に止まった。シーズン後半には復帰し、ウェード不在という災難にも見舞われていたチームを、牽引するも、プレーオフでは1回戦で、ブルズに4戦全敗で敗れた。 シーズンの成績は初めて平均得点は20点台を割り、12年間続いていたオール NBA チーム入りも途絶えた。翌2007から08シーズン、ヒートの低迷の度合いは一層強まり、シーズン序盤から大きく負け越した。そして、シーズン途中の2月に、ショーン・マリオンとマーカス・バンクスとの交換で、フェニックス・サンズに放出された。この背景には、 2007年や秋に夫人との離婚を申請したことなど、私生活における問題を抱えていたことや、パット・ライリーとの確執も影響している。なお、ヒート入団時には、俺がこのチームを優勝させてやると発言し、それを見事に実践してみせたが、対談時には、もうこれで、クリス・クイーンや、リッキー・デイビスのような選手と一緒に、プレイしなくて済むと、ライリーを皮肉る発言をした。 サンズに移籍したオニールだったが数年前に MVP の価値観をめぐって絶戦を繰り広げ船仮説が取り沙汰されていたスティーブ・ナッシュとの関係にも注目が集まった。一席当初こそチームのスタイルとプレイが噛み合わずに負けが先行チームも一時地区から転落するがその後チームのスタイルとプレイが噛み合い出すとオニールも復調しチームはプレーオフに進出。 ただプレイオフ1回戦でチームはサイアントニオスパーズに敗れてしまう。なお2008から09シーズンはオールスターゲームに出場した際に11分間の出場ながらコービー・ブライアントと共にオールスターでは3度目となる MVP を受賞。かつてレイカーズ時代に不仲で知られた2人であったが MVP 受賞記者会見の後で抱き合うなど関係が改善している様子が 明らかになった。2008から2009シーズン、プレイオフ圏内に残れずシーズンを終了した。2009から2010シーズンより、クリーブランドキャバリアーズに移籍。2010年にボストンセルティックスに移籍。しかし、慢性的な膝の怪我で欠場が多く、衰えも隠せなかった。チームは、プレイオフカンファレンスセミファイナルで、レブロン・ジェームス、ドウェイン、ウェード、 クリス・ボッシュのビッグスリー要するマイアミヒートになすすべなく敗れた。そして、オニールも膝だけでなく、アキレス腱も痛めるなど満身創意の状態で、ほとんど出場機会もなく、プレイオフ敗退後にドックリバース HC から引退勧告を告げられた。2011年6月1日、フロリダ州オーランドの自宅から、自身のツイッターで19年にわたる、 現役生活からの引退を表明した。オニールが引退を表明して間もなく、ロサンゼルスレイカーズは、オニールがつけていた背番号34を永久欠番にすると発表した。通算得点で、歴代6位の28,596得点、通算リバウンド数で、歴代12位の13,099本、通算フィールドゴール成功率2000ゴール以上は、 アーティスギルモアに次ぐ歴代2位の58.2%。なお苦手としていたフリースローの成功率は52.7%だった。2013年4月2日、ロサンゼルスレイカーズ時代につけていた背番号34が永久欠番になるセレモニーがステープルズセンターで行われた。2016年2月9日、マイアミヒートはオニールが ヒート在籍中に着用していた背番号32を永久欠番にすると発表。12月22日のロサンゼルスレーカーズ戦で授与式を取り行われた。2017年3月24日、ステープルズセンターにおいて自身がダンクシュートを決める場面、口述のシャックアタックを形取った銅像の除幕式が行われた。極に似つかわしくない。 素早い運動能力を発揮し、ペイントエリアで、唯一無二の存在感を放つプレイヤーであった。オニールの象徴は、シャックアタックと称される豪快なダンクシュートである。本人としてはボールを受け取りリングに叩き込むだけだが、一連の、ムーブでことごとく相手選手を吹き飛ばす、規格外の破壊力を誇る。圧倒的なパワーだけでなく、アスリートとしての総力まで備えており、 速攻時にその巨体がコートを駆け上って、アリウープを叩き込む様は圧巻。黒いハリケーンと称され、ブロックに立ち向かう者は皆無である。キャリア初期には、技術で相手に立ち向かうよりも、そのパワーで圧倒することをプレイの心情としていた。当時のオニールに対抗できる選手は、同ポジションのアキーム、オラジュアン、パトリック・ユーイング、デビット・ロビンソン、同期のアロンゾ・モーニング、 フォワードのデニス・ロットマンといったところだった。1994から95年のファイナルでは、オラジュアン率いるロケッツに4連敗した。オニールは、オラジュアンとのマッチアップにおいて、終始圧倒され、オニール自身、パワーだけではダメだと格の違いを見せつけられた。後に、NBA 入りするティム・ダンカンもパワーで押すクよりも、テクニックのあるモーニングの方が手強いと、 ルーキー時代のインタビューで語っているその後は、スピンムーブや高さと幅を生かしたフックシュートを身につけるなど、年々技術的な向上を見せ、パワーと技術を兼ね備えるリーグトップクラスのセンターとなっていった。その一方で、オニールは非常に自己中心的な選手としても有名で、自分が目立った上で勝たなければ気が済まないという嫌いがあった。 しかしフィル・ジャクソンの下で考えを改めると一変、チームのためにディフェンスやリバウンドに精を出し、オフェンスでは味方が攻めやすいようにスクリーナーとして働き、パスをさばいて、もともとパスセンスにも優れている勝利に貢献するようになる。初優勝を果たすとこの傾向はさらに顕著になり、大黒柱としてチームを支える存在となった。またヒート遺跡後は、 チームのエースであるドーイン・ウェイド中心のオフェンスに不満を漏らすことなくプレーした。現役最強センターと謳われたオニールだが弱点はいくつか存在し、特にフリースローは彼の最大の弱点となっている。フリースロー成功率は毎年50%前後でフリースロー専門のコーチがついてもさほど改善されなかったフィールドゴール成功率の方が フリースロー成功率より高いが、これは通常では考えられない。そのため、相手チームがわざとオニールにファウルをして、フリースローを打たせる、ハックアシャックと呼ばれる作戦が展開されるようになった。2000年のトレイルブレイザーズ戦が、その代表である、上実の5月20日の試合、オニールのフリースローの失敗が敗因となることも、たびたびあった。オニールの手の大きさに対して、 ボールのサイズが小さすぎるためにコントロールしづらいということもフリースロー失敗の大きな要因となっている。またシュートエリアの狭さも大きな弱点となっており、ポスト以外でのシュートが極端に苦手である。前世紀の3連覇時にはジョージスのーラジュワン、ユーイング、ロビンソンが年齢による衰え、モーニングは腎臓の疾患により対抗できるセンターは明確に存在しなかった。 パワーフォワードのティム・ダンカンとラシード・ウォーレス、センターフォワードのベン・ウォーレスが、インサイドで、オニールに対抗できる存在だった。この時点では、オニールとダンカンの優勝回数は共に4回で、事実上2000年代は、オニールとダンカンが、NBA の中心的な存在だったと言える。自身のプレイスタイルの後継者とも言うべき、ドワイト・ハワードの登場により、 本格派センターの対決が実現となった。ハワードは、オニールと同じく、パワーと身体能力で相手を圧倒する、プレースタイルを取るため、若き日のオニールを思わせる。フリースローが大変苦手である部分も共通している。キャリア終盤は、体重過多や体脂肪率の激増などの問題により、結果としてスタミナ不足や膝の故障を抱えるようになるなど衰えを見せていたが、 パワーで相手をねじ伏せるよりも大きな体をうまく使い、技術で相手を翻弄するスタイルを身につけ、その支配力は健在であった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。